お構いなしにガッガンってやって、うん、もう俺をうわーってやってくる車を。そうね、無免許の怖さ、これをね伝えたいと思います。まあそれはね、うん、昨日さ、うん、一緒に鮮度がすごいな一緒にゲーセン行ってさ、うん、イニシャル D やったじゃん。あ、恥ずかしいからさえ一緒にゲーセン行ってイニシャル D やったって、うん、放課後じゃないんだから4回も4回というかね、まあまあまあ4回もやったじゃん、イニシャル D やったけど全敗したんですよ俺4回免許持ってんのに俺は持ってないんですよ免許。免許持ってんのに4敗悔しくて俺何が悔しいかって、うん、俺もう必死に車を、ね、F1 とかも好きだからまあね、もう綺麗にね、うん、あのスポーツマンシップに乗っ取って、うん、もうなるべく車を傷つけないように運転するわけ、うん、まあそうね、もうこいつはお構いなしにガッガンってやって、うん、もう俺をうわーってやってくる車を。そうね、それで最後の最後コンマ1秒差くらいで負ける全部。50回くらい死んでたもんね、死んでた、多分リアルでやったら本当に。いやもうあれ悔しすぎて、ダーティーさが足りないゲームにおいていやでもね、免許取ったら変わるそりゃそうだよ、免許当たり前だからゲームだから免許取ったらね、多分俺勝つなこれは一緒取らないでおきますわ。だからもうこの悔しさを晴らすためにはもう400円必要だからね。どういうこと？もう400円かけて、うん、またイニシャル D をやらないとこの悔しさは晴らされないから、うん、お前が4連敗したから400円払ってるよ明日行くか。いいよ決まりました。